狐の嫁入り。ストーリー、桜井亮。出演、大川康樹。晴れているのに雨が降っている。狐の嫁入りと呼ばれる現象だ。私はこの狐の嫁入りという言葉が好きだ。由来は諸説あるが、狐は人にバレないようにこっそり結婚式を挙げるという言い伝えからだという。幻想的で不思議な空間をうまく言い当てた、とても素敵な表現だなと思う。嫁にいるという言葉に残された家族の切なさを感じるのもまたいい。私の記憶では、幼稚園の帰りに母親が、これは狐の嫁入りって言うんやで、と昔教えてくれた。この言葉があまりに印象的だったのか、私はしばらくこれを別名、天気雨ということを知らなかった。天気雨。別にこの表現が嫌いではないが、この言葉にはどこか寂しさを感じる。せっかく美しい現象なのに、あまりに説明的すぎるからだろうか。しかし、都会で仕事をしていると天気雨と呼んでしまいそうになる。最近はもうみんな効率の話ばかりだ。自分もその波に見事に飲まれて、効率よく仕事をすることを心がけてしまっている。空を見上げることも少なくなった。そんな中、以前とあるクライアントの CM で狐の嫁入りという企画を提案したことがある。付き合う直前のもどかしい男女が、突然の狐の嫁入りがきっかけで心の距離を縮めるというもの。すると、それまでカタカナで費用対効果の話をしていた人たちが、狐の嫁入りいいですよね、僕もこの言葉大好きで、と言ってくれて、この企画を採用してくれた。会議室に虹がかかった気がした。これも狐の仕業か。私もいつか、晴れているのに雨が降っているという現象を初めて見た人がいたならば、まずは狐の嫁入りという言葉を教えてあげたい。そしてこの言葉を思い出すたびに、少し肩の力を抜いてもらいたい。そういえば、今回のこの話を書くにあたっていろいろ調べていると、日本でいう狐の嫁入りは海外でも動物に例えられることが多いということが分かった。なんとギリシャではゴリラの結婚式というらしい。これな、晴れてるのに雨降ってるの綺麗やろ、ゴリラの結婚式って言うんやで。そう教えてあげるのも悪くない。